ゲロ一世は、十世紀ドイツのザクセンオストマルク地方の両方君主、マグヌスと呼ばれた。オイニアトに後に、埋線返強迫となる、ティートマール一世、ケルン大主教ゲロラがいる。東フランク王ハインリヒ一世の軍事指導者であった、北チューリングガウハクティートマールの子である。937年に、皇帝夫一世のザクセン代理統治者であった兄、ジークフリートが死去。 後を継いで、メルゼブルク博となる。皇帝夫を一世のイボアに、タンクマールは、母が、かつてのメルゼブルク博の娘であり、ジークフリートとも母方を通し親戚関係にあった。ことから、ジークフリートの死後メルゼブルクを与えられると、期待していたが、夫を一世はそれに反主ゲロに、メルゼブルクを与えたことから反乱を起こし戦死している。ゲロは、 オストマルクの辺境伯に任ぜられその領土は著しく拡大し、それらは彼の名を取ってゲロ辺境伯領と呼ばれた。また、ゲロはヘルマン・ビルングットともに10世紀中央におけるドイツの東方進出の指導者でもあった。ソルブ人の族長ら30人を処刑するなど、ゲロのザクセン支配は苛烈であったため、ザクセン貴族も不満を抱いていた。941年。 前年に、ロートリンゲン行為を取り上げられていた王帝ハインリヒ一世は、ゲロの支配に不満を持つザクセン貴族と共に、兄を夫一世の暗殺を計画したが、事前に反乱は鎮圧され、ザクセン貴族らは処刑された。息子ジークフリートは、夫一世の名付け子であったが、959年には、父に先立って死去した。ゲロの死後、その広大な返境を薄は、 埋線辺境白料を含むいくつかの辺境白料に分割された。ユーディトとの間に西を設けた。ありがとうございます。